で、兄貴電話かかってきたと。で、自分の携帯に電話かかってきたってことから。で、自分が友達の家に溜まってて、それ、関東連から電話かかってきたんだけどって言われて、で、一回来いよって言って、なんか、拉致るとか、こっち来るとか言ってんだけど、みたいな。で、とりあえず一回来いよって言って。で、それせいで、家が、6軒か7軒ぐらいもやし屋になったんですね。関東連みたいな、そんなのがあって、関東連同士で揉めて、まあ、家が全焼みたいなのが6軒ぐらいあって、で、すごいですよね、家燃やす喧嘩って。家族で会われたらたまったもんじゃないそれ。くらい。死んじゃってるんですよ、親とかも。もう、すごいですよね、それで4人ぐ東らい京の親も死んじゃってるんですよ。国を。うわで、もうビビっちゃってるんですよね。ー、はい。で、もう別にそんな関係ねえだろみたいな。うん。で、とりあえず弟も電話かかってきて来いよって、たまり場に来させて。はい。はい。で、電話、それで来て、本当にものの5分、10分くらい電話かかってきたんですよ。はい。で、これこれこれっつって。はい。で、変わって、それが多分見立てだったんですよね。はい。で、お前らよっつって、何のために振り合ってんだと。はい。で、男磨くために振り合ってんだろうと。はい。で、男だったら、で、暴走族さ、血もやってんだったら、はい。せず堂々と、対マンのとこごちゃまほれよっつって。はい。で、俺たち、奇襲しかしねえからやっつって、え、奇襲。奇襲しかしねえからやっつって、ペッて電話切られたんですよ。あ、それなんだろうね。ああ、こいつも慣れてんなと思って。はい。で、その1週間後ぐらいにもう1回電話かかってきたらしくて、で、弟がキムタ公園に、背中の環八沿いのキムタ公園に呼び出されて、紙袋、パチンコ屋の昔の景品とかいろいろ茶色い紙袋に目だけ穴を開けて、来たっつって、一番最初に来たのが見立てで、で、見立てが金属バットか鉄パイプ持って紙袋かぶってきて、声でわかるみたいな、お前に通ってきたのかみたいな感じになって、なんで紙袋かぶってんだっつって、声でだろみたいな感じで言ったら、てめえ生意気なんだよっつって、いきなり思いっきりぶんで、その鉄パイか金属バット引っ張ったみたいな。まあ、ちょっと最後、あ、すみません、すみません。小山、デビル帝国の話でした。ではでは、また。